エンジェル駅は、ロンドン地下鉄、ノーザンセンバンク支線の鉄道駅である。イズリントンの繁華街、エンジェルのイスリントン、ハイストリート、正式名称 A1 ロード沿いに駅舎がある。トラベルカードのゾーンは1、キングスクロス、セントパー。この区間、列車は、ロンドンのインナーリングロードの直下を走る。列車ちょうどこう描くように、キングスクロス、 セントパンクラス駅からペントンビルロードに沿って緩やかに曲がりながらエンジェル駅を目指して北東に進む。エンジェル駅に到達したら今度はシティストリート沿いにシティを目指し曲線を描きながら南東に向かう。またエンジェル駅とオールドストリート駅の間にはシティロードステーションがあった。現在は廃止。エンジェル駅は1901年シティサウスロンドンレイルウェイの拡張に 伴いオープンした。当時のエンジェル駅は、ムーアゲート駅から北へ拡張された路線の終着駅となっていた。パブの名前が由来となったロンドン地下鉄駅は5つあるが、エンジェル駅の名称も1638年には記録に登場する有名なパブ、エンジェルインに由来する。ノーザン線の他の多くの駅と同様に、エンジェル駅も開業当初は、島式ホームを用い、 プラットフォームへのアクセスにはリフトを利用していた。この島式ホームはホームが乗降客で過密になる事態を生み出し、開業以来何年もの間、安全面での懸念材料になっていたが、過密問題が最終的に解決されるのは、1992年にエンジェル駅が完全にリニューアルされるまで待たなければ、ならなかった。1992年の大改修では北行きのプラットフォームが、 新たに設置され、南行きのホームも開業当初使用していた幅9メートルのトンネルスペースを完全に占有する形で作り替えられた。現在の南行きホームがほとんどの駅のホームよりも広いのは南、北行きの列車が発着していた島式ホームのスペースを南行きホームだけで利用しているためである。開業当初はトレンズストリートとシティロードの角にあったプラットホームへ降りる。 リフト乗降路地も閉鎖され、イスリントン、ハイストリート沿いに新たに設置された。大改修によって、駅への新しいエントランスからプランス、二つのエスカレーターのうち一つは、西ヨーロッパで最も高低差があるエスカレーターで、高低差27.4メートル、長さが60メートルもある。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。abandoneds.org、u k h t t p w w w a b a n d o n e d s html。 ありがとうございます。